通信課の峰と申します。本日はですね、あがりき雑談事業の、昨年度の、成果発表会に、並びに今年度の事業の、説明会ということになっております。で、お手元の方に、式次第の方があるかと思いますけれども、まず27年度のですね、実施団体の、発表の方から、参りまして、最後に、担当の八木の方から今年のですね、あがりき雑談事業の概要を説明させていただきます。では早速、昨年度ですね、実施していただきました、島袋区、それから、小橋語り部で、馬蹄シータの振興会で、パンアフリカイン南城2015実行委員会、脇名国、自治会、この順番でですね、発表の方させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではトップバッターの島袋区の、以前の副長でしたけども、木川さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。島袋区からですね、来ました比嘉重雄という、前年度で区長をやっていたということで、海の家毎日、朝一開催事業ということで事業報告をしたいと思います。ちょっと座らせていただきます。よろしくお願いします。はい、提案事業というのはですね、そういうふうに区民農園毎日という事業となっておりましてですね、この空き地を農園として整備して区民に貸し出すことで、野菜作りを通じて区民同士の交流を深め、世代間交流の地域の見守りなどを進めるための事業だということですね。ちなみに、マイトは方言でババのことです。約100坪ぐらいのですね、土地に今まで遊休地としてあったんですが、それはですね、ゴミ捨てば同然ということでなっていたんですが、それを整備しましてですね、建て看板も立ててやってたんですが、なかなかできないということで、事業実施をしたと時にですね、整備を行っております。こちらはですね、整備しながらですね、区民共同作業でですね、全体でゴミを分別しながらですね、収集しているところですね。そうしましたところですね、ハブが出てきたりですね、それからこの袋いっぱい、これ何倍も出てきたんですね、この袋で、市のですね、清潔環境の課の方に応援していただいてですね、処理をしてもらいました。で、ハブだけじゃなくてですね、爆弾も出ましてですね、これも自衛隊の方にですね、回収してもらいました。そういうことをしながら、どんどん整備を進めましてですね、で、整備をする傍らですね、担い手も募集するということで、こういった本ですね、横断幕を作りまして、掲示して、それからそれと掲示板ですね、またその狙いの募集のですね、チラシも貼りましてですね、募集したところです。はい、整備の状況ですね、重機入りまして整備したところですね。そして整備しましてですね、堆肥をいっぱい撒いて、圃場作りをやったということですね。約100坪ぐらいですね。で、そうしながらですね、手洗い台とかですね、作りまして、それから老人クラブの皆さんですね、応援していただいて畝立て作業をやっているところです。で、その一つの畝がですね、一人の担い手の方にということで、約5坪ぐらいですね、ということでやっております。で、そうしながら、8月にはですね、8月でしたから、ちょっと開園式を行っております。その時にですね、アガリティブランドのね、その作成、またご協力くださいましたですね、赤嶺さんとか、それから局長のですね、方も3名の方がですね、
参加していただきまして、区民農園の、開園式を行っております。そしてまあいよいよですね、担い手の皆さんによる、植え付けなんですが、それはあの PTA の子どもたちですね、 PTA もあのその中に入りまして、老人クラブ PTA、 それから、まあ個人の方々ですね、あるいは子がやるとかですね、そういった方に分けながらですね、みんなでやって植え付けやっております。でそういう中で植え付けした後でですね、まあいろんなネギだとか、それからオクラだとかですね、エンサイだとか、そういうのを植えましてですね、まあ、いよいよですね、実りの収穫となっております。でこれはですね、まあ、あの収穫を、まあ、してるところですね、朝大体まあ早くから7時ぐらいからですね、皆さん集まってもらって、収穫してもらって、それから、まあ、洗ったりですね、それから計量したりということで、朝一に向けてやっております。で放送とかですね、そういうのも全部子どもたち、あるいは PTA の、あるいは女性会のお母さんとかですね、そういった方々、あるいは老人クラブの皆さんですね、やっていただいて、ああいうふうにカゴの中にですね、いっぱいの野菜を、持ってきて、それを袋詰めにしてですね、あの売っております。で売り子もですね、あの子どもたちによって陳列、それから売り子も子どもたちの方でやっていただきました。で大体がですね、まあ、あのその日は大体長秋日、区のですね長秋日にあの朝市を開くんですが、長秋時間がですね、午前7時半から10時ぐらいまでやっておりまして、大体10時ぐらいにはですね完売となりました。でまあ、あのまた資料の方に目を通していただきたいんですが、これはある親子のですね感想を、あの、まあ、朝市ということで、あの感想をですね、これは、区民代理にもですね、その、 あの感想を載せております。そういう中で の、 あの子どもたちの感想、あるいはお母さんの感想が、書いております。はい、そういうことで、まあ、そこであの作りました、じゃがいも、あるいは玉ねぎですね、たまたま人参はなかったんですが、それはまあ別から購入しましてですね、3月にカレーパーティーを行うことができました。でほとんどがですね、まあ、あの子どもたちが収穫、それからまた作る時もですね、あの何時からというふうに時間決めながら、みんなでですね楽しいカレーパーティーに、まあ、花を咲かせていったということですね。まあ、そういう中でですね、一番の収穫は、我々はあの青少年部会というのが立ち上げてきたんですが、それはですね、担い手の皆さんの中に若い青年がおりましてですね、これはアパートの住人でした。そのアパートの住人がですね、まあ、そういったあの農園に対して興味を持ちましてですね、したところ、まあ、隣にいるまたあの若い同じあの、まあ、区民でですね、アパートじゃない方とまあ、交流がありまして、いろいろも朝水かけたりするときにですね、まあ、お話しして、で私の方から、まあ、若い皆さんで、こういう皆さんがね、実はあの、まあ、地域を担ってほしいということで、あのぜひ青少年会というのを、ね、作ってほしいと、我々のところも青年会がないと、女性会、老人会に、はあるんですが、あるいは PTA とかですね、そういうのあるんだけど、まあ、青年会、唯一それ青年会の方がですね、ちょっと下火という感じで、青年だけではちょっと難しいということで、あの青少年、少年の2つでですね、その地域を盛り上げてくれるかということでお話したところですね、心よく引き受けてくれましてですね、こういうふうにあの青少年会をですね、立ち上げることができました。それが昨年の12月ですね、あのやることができましてですね、まあ、一番の区民農園からの収穫というのは、こういったあの地域づくりで青少年会の立ち上げじゃないかなと、私もですね大変あの、まあ、期待、またあの期待をしております。ということで、あとはですね、まあ、事業の成果というふうになっておるんですが、そういうことでですね、まあ、あとあのこのパンフを見ればですね、お分かりだと思いますので、何かまたご質問があればどうぞ。はい、島袋区の皆さん、どうもありがとうございました。
大変申し訳ないんですけれども、質疑応答は最後にまとめてですね、行いたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。大変はい、急いで大変申し訳ないですけど、これで終わります。ありがとうございます。